天正十年、静寂に包まれた昇龍寺城に一人の武将がいた。男の名は明智光秀。本能寺で信長を討ったが、秀吉の軍勢の前に大敗し、この昇龍寺城へ退却したのであった。娘である玉と細川藤孝の息子忠興が祝言を挙げた昇龍寺城で、光秀はさまざまな思いを巡らせていた。光秀様、参りましょう。家臣に促され、光秀は重い腰を上げる。うっそうと茂る暗い竹やぶに叫び声が響く。光秀様、やぶへほとばしる鮮血。汗ばむ光秀に苦悶の表情が浮かぶ。藤田か。光秀の視界がぼやけ、闇があたりを覆っていった。時を遡ること、永禄11年、織田信長が足利義昭を奉じて上洛。その軍勢の中に細川藤孝と明智光秀の姿があった。共に文武両道に秀でた二人は、茶の湯やレンガの会にも多く同座し、親交を深めていく。元亀2年、信長より昇龍寺城の改修を命じられた城主藤孝は、昇龍寺城を先駆的な城郭へと作り変えた。同じ頃、近江に領地を与えられた光秀は、琵琶湖のほとりに坂本城を築いた。元亀4年、信長を脅威に感じ挙兵した足利義昭に対し、織田方として光秀と藤孝は戦い、名を挙げ信長の直参近畿方面軍となった。その後、二人は共に大和、摂津、丹波などに出陣し武功を挙げ、光秀は戦に同行した藤孝の息子忠興とも信頼関係を築いていった。天正6年、信長の勧めによって細川忠興と光秀の娘玉との結婚が決まり、細川家と明智家の結びつきはより強くなる。8月、婚礼の日を迎え、玉のお越し入れ行列が華々しく昇龍寺城へ入城した。共に16歳で夫婦となった忠興と玉は、戦国一の美男美女と歌われた。信長からも祝福を受け、昇龍寺城で蜜月を過ごす。その後、長女の長、さらに長男忠孝が誕生し、昇龍寺城は幸せの最中にあった忠興と玉の時を刻んでいく。天正8年、光秀は丹波、丹後両国の平定を成し遂げ、信長から称されて次々と重要な政務を任されていた。一方、信長より丹後を与えられた藤孝と忠興は宮津城を築城。藤孝、忠興と玉も京を移す。藤孝、忠興親子は宮津城へ移った後も光秀を招き、共に天の橋立を遊覧するなど、公私にわたった両家の絆は永遠に続くかと思われていた。天正10年、本能寺。時代が大きく動く。突如として明智光秀率いる1万余りの兵に囲まれた信長は、燃え盛る炎の中、自刃を遂げた。
藤高、忠興親子は光秀から加勢を求める書状を受け取り苦悩していた。細川家の行く末を案じた藤高は忠興と二人提発し、信長の喪に服すという名目で光秀の誘いを断る。それは細川家と明智家の決別を意味していた。本能寺の変から数日のうちに近江を制圧した光秀は、安土城を占領後京都へ入り、さらに摂津方面を伺った。羽柴秀吉の中国大返しの知らせを受け、京都防衛の要であった昇龍寺城へ向かい、その南、伊賀の山古墳に本陣を置いた。山崎昇龍寺城の戦いを迎えた光秀は、秀吉率いる4万の圧倒的な軍勢を前に大敗を喫し、昇龍寺城へ退却した。戦国一の智将とも言われた光秀は、最後の時を過ごした昇龍寺城で何を思ったのだろうか。盟友であった光秀と藤高、そして玉と忠興、固く結ばれていたはずの両家の絆、交錯する4人の運命を刻んだ昇龍寺城で、光秀は一縷の望みをかけ藤高の加勢を待っていたのかもしれない。しかしそれは叶わず、光秀は少数の手勢とともに昇龍寺城を後にする。信長亡き後、山崎昇龍寺城の戦いで光秀を破った秀吉が天下人となった。明智家に組みしなかったことで、細川家は領地の加増を受けることとなる。その後藤高は忠興に家督を譲って丹後田辺城へ隠居し、文化人の有才元首として名声を博した。忠興は逆臣の娘となった玉を守るため丹後御殿へ幽閉したが、その2年後秀吉の取りなしもあり、玉は大阪の細川屋敷へ移った。キリシタン大名高山右近らの影響でキリスト教と出会い、その教えに惹かれていった玉は洗礼を受け、ガラシャの名を授かる。しかし秀吉の死後、関ヶ原の戦いを前にして石田三成の軍勢による大阪屋敷への襲撃を受けた際、ガラシャは人質となるのを良しとせず、細川家の行く末を思い自ら命を絶った。ガラシャの人生は宣教師たちにより伝えられ、世界中の人々に今も語り継がれている。関ヶ原の戦いの功により、忠興は徳川家康から豊前豊後で40万石を与えられ、その後細川家は肥後熊本藩54万石の大名家として長きにわたり繁栄した。細川藤高と明智光秀、忠興とガラシャ、激動の時代を生き運命に翻弄された4人の記憶を刻んだ昇龍寺城は今もここに佇んでいる。